はい、ガード上げる。ちょっと意気込み言ってもらおうか。今日はスルーザップさんっていう YouTuber の方の通うジム、オグニジムに来てます。スルーザップさんと、本気でやり合うことになってますので、よろしくお願いします。勝つ？勝ちます。マジでやります。YouTuber さんやっちゃってください。はい、ガード上げる。はい、ガード上げる。来たね。はい、ガード上げる。はい、ワンツー行こうか。入った。リングに沈んだ。どうすか。どうでした。気持ちがいい。どうですか。練習頑張ります。練習ってジム入ってんの？モニちゃんに教えてもらいます。レジャーファイトに向けて頑張ります。お疲れ様でした。すいません、喋れないです。すいません、ありがとうございました。はい、今日は、スパーリングをツルザップさんに、やっていただきました。めっちゃ強いですね。やっぱりムエタイの選手です。キックボクシングですね。キックボクシングの方です、うん、なんかランキングにも入れたっていう、はいはい、あの選手5年ぐらい前に引退しましたけどね。そんなすごい選手とやらせていただくというのは大変貴重な経験になりましたので。いやでもすごい体重差あるのにね、すごいでお腹とか顔とかいったのに最後までこう目は死んでなかったですね。この
気持ちが出てたんで、はい、すごいと思います。めちゃめちゃボコボコにされて場外落とされましたけど、場外あの最後膝でボロ入っちゃって、ちょっとタイミングさすがですね、強かったです。また機会あったら、そうですね、ぜひ、はい、戦ってください。あ、戦います。またよろしくお願いいたします。今日ね、ちょっと3ラウンド目でちょっと僕疲れてたんで、次は元気なところで、はい、わかりました。練習しておきますので、はい、お願いします。ありがとうございました。ということでした。宮古島でした。